3月8日月曜日、今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。いつもと同じようにスタートいたしましたが、今日から、1週間はですね、新業アナウンサーと私が遠く離れておりまして、私はですね、今朝は福島県の浪江町から、ホテルの室からお送りしております。まあ、新業さんとの間はスカイプで、映像はつなぎながら、はい、やっているという感じです。こっちはね、もうかなり空が明るくなってきて、そして、まあ、雲はかなりかかっては薄く雲がね、かかってはいるんですけれども、雨は降っていないと、なんかずいぶん明るいなという感じなんですが、そっちは何、ずっと雨降ってるの？そうなんですよ。今ですね、関東地方南部を中心にパラパラと雨が降っていまして、朝から雨降ってるんですよね。今日はこのまま雨時々止むという予報ですんで、はい、関東地方は雨が断続的に降り続けると。そうですね、降ったり止んだり繰り返しそうな、そんなお天気ですね。こちらはですね、雨は降らないぞという予報で、まあ、朝方は曇るんですけれども、まあ、この後お日差も見えてくるというところ、今週1週間、東北地方はお天気はまずまずだということであります。はい。まあ、今週は3月11日東日本大震災から10年という日を木曜日に迎えるということもありまして、昨日からですね、すでに取材で入っておりまして、このまま、今日は福島の浪江浜通りからお送りしますが、どんどんと北上をしていって、宮城岩手と、取材しながら、まあ、その模様を翌朝の放送でお伝えしながらですね、1週間お送りしていこうと思っております。まあ、昨日はもう朝の特急日立に乗ってですね、常磐線でずっと来たんですけれども、いや、特急日立がまず仙台行きなわけですよ。ここにもちょっとね、去年の今頃は、常磐線全通ということで、ダイヤ改正直後ぐらいだった、直前ぐらいだったかな、だったんですが、仙台まで、特急が通ってと。で、我々は、いわきという駅で降りたんですが、いわきで電車のね、掲示板なんかを見ると、原の町行きっていう、これは南相馬のあたりまで、行く電車だったりとか、あるいはその先の、仙台の方まで行く電車がですね、普通列車も待機してたりなんかすると、ああ、なんか昔に戻ったなというね、それこそ学生の時とかに、青春18切符を使って貧乏旅行をですね、北に北上していこうとすると、東北線を使うか常磐線を使うかって悩むところなんですが、これ各駅停車乗り継ぎの旅で行くと常磐線の方が早いんですよ。なんで常磐線を使うことが多かったんですけど、はい、なんかあの時もね、朝一の上野から電車乗って、いわきで乗り換えて、いわきで目の前に仙台行きが待ってるとかですね、なんかそういう、こう、光景を思い出して、インフラの部分はね、結構こう進んできてるなっていうのを、来るたびに実感するところであります。もう駅なんかもですね、後ほど、7時台にレポートしますが、楢葉町というところ、まあ、ここは全町避難があって、で、その後、避難指示が全町で解除されたという初めてのところだったんですが、もう解除されてからも随分経つんですけれども、立田というですね、まあ、中心にある、常磐線の駅も、なんか、綺麗になっちゃってですね、橋の上に駅舎を作ってっていう、ガラス張りのなんか、とっても、こう、先進的な駅に変わっていたりとか、まあ、表情はこうね、来るたびに変わってるなというところなんですが、まあ、実際に、じゃあこう暮らしてらっしゃる方にとって、その光景の違いと、そして心の中の変化というものがこの10年どうだったのかと、こういうあたりは後ほどね、レポートをしていきたいと思います。また、ここ福島はね、東日本大震災、そして福島第一原発の事故もあった、エネルギーというものに対しては非常に敏感なところでもあります。新しいエネルギーどうしていったらいいんだという、その危機感というところで、水素エネルギーをですね、ここ浪江は一つ柱に掲げてやっていこうとしております。まあ、そのあたりの研究の模様などもリポートしていければと思います。まさにですね、その SDGs と、今非常にこう
いろんなところで、見かけるようになった言葉でもあります。もちろん日本放送でもですね、この SDGs というものを、大事にしていこうねと、まあ、そういう今日は、国際女性デーもありますので、3月8日、番組もお送りしておりますけれども、このコージアップでは水素エネルギーとそして被災地復興というあたりもリポートしていきたいと思っております、はい。さあこの後8時まで生放送です。 OK コージアップ、あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私井田、新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。今週私井田は東北各地からお送りしておりますけれども、ツイッターやメールなどメッセージには目を通しておりますので、ぜひお寄せください。今朝は福島県の浪江町からお送りしております。結構ね、空がピンク色に染まってきてという感じ、綺麗だなという感じになっております。今朝のコメンテーター7時台はジャーナリストで東海大学教授の末延吉正さんにご登場いただきます。末延さんは、新業アナウンサーと同じで、有楽町から、出演ということになります。はい。取り上げるニュースですが、まず中国全人代が行われておりますが、王毅外相が海警法は国際法に合致しているという発言を記者会見でしたということです。それから新型コロナのワクチン接種についてアナフィラキシー3例目というニュース、総務省の NTT 接待問題、今日国会で中間報告、それから、福島水素エネルギー研究フィールドについて、さらに東日本大震災から10年ということで、楢葉町の方にお話を伺いました。楢葉町は今ということでリポートをお送りしてまいります。ここが気になるです。今日の工事アップは私だが浪江、福島県の浜通り浪江町から、そして新業アナウンサーは有楽町のスタジオでということでお送りしております。はい。スタジオには長官の各紙が入ってきたと思うんですが、私もその一面をですね、画像で撮って送ってもらっております。というのも、まあ、やっぱり流通の形態っていうものがあってですね、なかなかこの時間で、地元紙の今日の紙面が手に入るというのが難しいということがありますので、送ってもらいました。で、長官各紙は今日はバラバラという感じで、そしてやっぱりこう3月11日を前にしてというところで特集の記事が多くなってますね。読売新聞一面トップ、笠上地区人口 44% 減、被災3県宅地 34% が空き地になっているという見出しが立っております。まあここ浪江も、まあ、確かに震災前は人口2万2000人余りがいたんですが、今は人口2000人を切っているということで、まだ1割も戻ってないじゃないかみたいなね、ことを言うんですが、私一個はこのことについて、まあ、地元の人たち自治体中心に取材するたびに言われるのがですね、だから3月11日っていうこのタイミングもあって、これ前にもお話したと思うんですけれども、この日に向けてで、プレスリリースを出そうとして統計を取ると、人口の動態調査をどうしてもですね、1月とかあるいは場合によっては12月あたりにやらなきゃならないということになると、これ大体ですね、考えてみるとお子さん持ってる方はやっぱ学校に上がるとか、そういうタイミングで、越してこないとですね、なかなかその年の半ばで越すみたいなことになると、まあ会社の事情等々で任せてしょうがないっていうのもありましたけれども、かつてはね。ただそうじゃないタイミングであれば、やっぱり4月を待つっていうことが、まあ常識的なタイミングだろうと。そうするとですね、まあ数字は今後変動するぞっていうのも、考えとかなきゃいけないと。実際にやっぱり学校ができるだとか、あるいはもうちょっと自宅ができてからとかね、タイミングを見てっていう方は結構いらっしゃるんだというような話はされます。まあ確かにね、笠上地区も含めてもともとが過疎化であるとかっていうようなところは抱えていた自治体でもあるんで、この数字だけで並べて全く進んでないじゃないか、あるいは復は道半ばですっていうふうに言うっていう、なんかそのイメージだけが一人歩きするっていうのは、まあ地元の人はそうじゃないんだけどねっていうのをものすごくおっしゃるところであります。それから朝日新聞は防災会議、少ない女性の視点と、まあこれはね、それこそこのプライバシーの面だとか、まあ避難所のこう
環境というものが、いつまでもその雑魚寝スタイルでいいのかということも合わせてですね、非常に論点になるんだろうというふうに思います。それから毎日新聞は、伝承館慰霊の展示会ということで、これ福島の双葉にですね、東日本大震災原子力災害伝承館というものが作られて、これ確か、去年作られたと思うんですが、ね、昨日もですねちょっと様子を見に行ったところ、結構人がたくさんいて車がたくさん止まってて、まあ、イベント等々もですねこの週末とこれから来週も行うということで、そこで大熊の前の町長さんがシンポジウムでお話しされたりなんかしたんで、報道陣も来て、たりもしたんですが、これまあ、原発事故に対しての展示について特に、まあ、地元の方々から批判が出ていたということで展示会をするんだということでありました。まあ、展示会ができるってことはいろいろなこう資料だとかっていうのが、まあ、集められてはいて、でそれをもう一回再構成することができると、これは人と防災の未来館という神戸の阪神大震災の記憶をどうつなぐかっていうのをずっと取り組んでいるところの研究員の方に聞いたんですが、やっぱり資料っていうものはどうしても散逸してしまうと、で、プライバシー等々があるのでなかなか表に出せないものもあるかもしれないけど、とりあえずまず集めて保管しておくっていうのは大事なことなんですよっていうふうに、東日本大震災が起こった直後ぐらいに取材した時にもうおっしゃっていたので、まあ、その辺は、ちょっとね、あったのかなということを思います。それからですね、新聞で言うと、昨日を取材しながらですね、地元紙は買って目を通したんですけれども、昨日3月7日日曜日の福島民報の一面は聖火ランナー再決定、TOKIO 久保田さん辞退ということが一面トップに出ていまして、12面には走者紹介、さらに26、27面これは社会面ですが、関連記事も出ていると、まあ、この聖火リレーってものがスタートが地元この福島の浜通り J ビレッジと、ねいうことでありますが、非常に大きな、そして、まあ、期待を込めてですね、待っているという方もたくさんいらっしゃいました。まあ、富岡駅も取材したんですが、駅のところにですね交通規制のお知らせなんていうチラシが、いっぱい入っていたりとかね、いう、そしてそのトーチも一部は、水素で火を灯すと、その水素は、浪江で作っていると、聖火の地産地消というようなものもやるということだそうです。この水素についてはね、後ほどまた7時半頃に、リポートしていきたいと思います。ここが気になるでした。ここが気になるプラスです。長官をですねいろいろ送ってもらったんですけれども、その中で気になったのが今日の日本経済新聞で、あります、日経のですね、これは2面かな、3面になるのかな、総合政治面ですね、2面ですね、に書いてある記事で、開示開放不審船対処へ共同訓練中国睨みという記事が出てきております。3月に入って海上自衛隊と海上保安庁が不審船に共同で対処するための訓練を実施したということです。九州の西の方西方の海空域で、船舶を追跡し停止させるという手順を確認したということです。沖縄県の尖閣諸島周辺での中国海警局の船の領海侵入などを見て、まあ、不測の事態に備えて連携を強めるということであります。で、まあ、会計そのものが、まあ、指揮系統命令でいくと、中央軍事委員会というところの、まあ、ある意味、傘下にあって、もうこれは、準軍事組織、第二海軍なんじゃないかというような指摘もある中で、まあ、それに対して、海事解放一体でどうやって対処していくんだっていうところを、まあ、詰めると。で、訓練は99年から定期的に実施されていて、今回18回目となると。まあ、これが表に出てくる、きちんと、こういうことやってるんだぞっていうのをこう見せることによって、まあ現場でこう懲戒を出してくると、最終的には後ろにも開示が控えてるんだとこういうところを見せるという意味はあろうかと思います。で、この海保のですね追跡っていうのが、国内法とそして国際法のこう深い深いこう理解の上で現場がやってんだっていうのがですね、ものすごくいろんなところで話を聞くとこうわかるところで、じゃあ例えばそのかつての不審船事案などでどうやって法律を運用してきたかっていうのもですね、これ
例えば不審な漁船ということになると実際にこう漁をしているというのが、まあ、現行犯で分かればですね、これもうその時点で、EEZ 排他的経済水域の中は、沿岸国、まあ、この場合日本ですが日本の許可がなく漁労をしているともうそれが、直接的に水産法違反というようなことになるんでその警察権の執行という形で海保が動くことができると。でさらにその船が逃げ回って EEZ を越えていってもですねこの場合は自国の EEZ の中で違法行為があったからそれを追跡するんだということで、公海公の海の上でも追跡はできると。ただ追跡はできるんだけどそれが、例えば中国の領海まで逃げ込まれちゃうと追跡できなくなっちゃうとかですね、これは法律の解釈と理解というのが、ないとなかなか現場での活動というのにこう結びつかないと。これね、海上自衛隊の時であるとか、まあ、自衛隊関係の話をするときによくあるのが、諸外国は、これやっちゃいけないよリストがあってそれ以外全部やっていいんだけども日本の場合はやっていいリストが、細かく定められていてそれをこう見ながらやんなきゃいけないということがよく言われるんですが海保はですね、警察権を執行する組織なので、まあ、警察と一緒陸における警察と一緒になりますんでだからやれることっていうのがもう法律にこう明記されている範囲をどうこう解釈しながらできるのかっていうのを一個一個やっていかなきゃいけないというですね、まあ、それだけ彼らは日頃からその技術面だけじゃなくって、実は法律書を読み込むということも含めてですねいろんなことやってると。ところがですねその努力に対してどこまで予算がついているのかっていうのが今まさに令和3年度投資予算というものが審議されていて、今日もね集中審議が行われると、まあ、予算のこと本当にあるのかっていうのはね、非常に、見てるとどこに予算で結びつくんだろうって、まあ、全部予算で結びつくって言えばそうなんだろうねって、言うしかないような話なんですが、海上保安庁の予算、このですね予算決定書っていうのがすでに出ていて、それを見ると、まあ、今回の予算っていうのは令和3年度当初予算と令和2年度の補正予算でよく15ヶ月予算なんて言いますけれども、まあ、それを合わせてもですね、2570億余りということで、まあ、前年比で言うと 1.16 倍ということになってますが、例えばその船を整備するであるとかっていうところにじゃあどれだけお金がついてるかっていうと、500億もいかないと、まあ、全体の予算の5分の1しかも全体の予算も2500億余りということでこれはよく言われるのがイージス艦1隻分ちょっとだよというようなことが言われるんですがこれね果たしてこれでいいのかっていうのは、ここで再三申し上げてますけれどもまあ改めて思うところでもあります。ここが気になるプラスお伝えしました。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。3月8日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、今週1週間は私飯田は東北各地から、そして有楽町のスタジオには、新業一華アナウンサーとそしてコメンテーターの方々をお迎えいたします。7時台コメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリストで東海大学教授の末延吉正さんです。末延さんおはようございます。おはようございま す。お疲れ様です。よろしくお願いします。どうぞです。いえいえありがとうございます。よろしくお願いします。福島での取材の模様というのも7時台の後半で、お伝えいたしますが、まあ、様々世界も含めてニュースが動いております。まずはこちらのニュースから取り上げます。海警法は国際法に合致、中国王毅外相が主張。中国王毅外相は昨日7日の記者会見で、沖縄県尖閣諸島周辺で頻繁に活動する海警局の武器使用権限を定めた海警法に関して、特定の国を対象にしたものではなく、完全に国際法に合致するとして正当性を訴えました。
今全人代が開かれている最中、まあ、この会見もその一環ということですが、これ国際法に合致するってなんか無理筋な感じもありますけど、どうご覧になりますか。これバイデン政権ができて、はい、トランプ政権と同じように中国には一応厳しい姿勢を示しているんで、中国としてはこの譲れないものっていうのを原則的にまず言っとこうっていうんで、とりあえず強気の姿勢を見せてますよね、はい、でこの会計法ですけれども、これの元になっているのが、はい、もう30年前ね、92年のこの領海法です。領海法であそこは尖閣は自分のところの領土だと言ったわけですよ、はい、で今度作った会計法っていうのは準軍隊組織で、軍を辞めた OB なんかが行って、はい、装備もすごいですよということは、間違いなくあそこの尖閣を自分の領土 で、はい、でその先にある台湾ですね、間違いなく台湾はもう武力の侵攻をもってしてもね、一つの中国にするということを言ってるわけで、はい、その拠点としてこの30年かけて計画的にやってきているんですね。で日本は今与野党がその会計法、国際法違反じゃないかとかいろいろ言ってんだけど、政府もねちょっとそこの、はい、いわく言い難い感じがあるのはね、解釈とか運用によってはこれはもう間違いなく危ない話なんですが、むしろね、日本がこれまでそういう海洋安保の話してこなかったでしょ、あんまり国民的な、まあ、なんていう関心もそれほど高くない、続かないから、でそこで日本を挑発して乗ってくると、日本がね、なんかこう向こうが攻めてきた時に日本がですよ、正当防衛であっても、もし撃ったとするでしょ、武器の使用ができるって判断を示したから、そうするとアメリカが日米安保の適用範囲といっても、アメリカ議会でそれは了解してから動くわけで、その時に国際世論戦で日本が負ける可能性がある、はい、エスカレートさせたのが日本じゃないかっていうふうになってしまう、特にね、日本の国内の議論を見てると、上陸されたら撃っていいのかみたいな話してるでしょ、それ以前にもともと日本の石垣の漁民たちが普通にやってたのがいけなくなってるわけですよ、今漁ができなくなってる、そうです、だから、日米安保の適用ってのは、日本主権についてはアメリカは中立なわけで、施政権があるところと言ってるわけです、はい、そうすると、この間ね、飯田さん、自衛隊の海洋安保 の、はい、専門家とちょっと大学の研究会で勉強会があったんですが、はい、彼が言ってたのは、だからもっとね、中国が領海どんどん接続する人が入ってきて、怖くて漁ができない状態から、海上保安庁がきちっと装備をして守りながら、漁がちゃんとできてると、で日本の施政権が及んでるんだというような映像をね、もっと国際的にも国連や世界に発信していかないと、なんかいつの間にかあそこは紛争地域であってっていう話から始まって、中国の思うままの土俵に乗せられてるんじゃないかっていうのは、これ専門家が指摘してる一番怖い点なんですね。だから物は言わなきゃいけないんだけど、中国側の着々と30年かけて計画的に台湾侵攻まで向けて狙ってきた、そのシナリオに乗せられて短期を起こしてはいけない。そこの海洋安保って、海を、平和な海、例えば環境の海とかね、そういう調査をきちっとやるとか、そういう形で日本政府はね、これはあそこは守りきらないとですね、僕が子供の頃考えたら、あれですよね、李承晩ラインというのができて、いつも韓国との間で日本の漁船が拿捕されてました、旧ソ連との間もいつも季節が来ると船が拿捕されてました。今度また同じことが起きてしまう可能性があるわけで、ここは何としてもね、戦争状態にならない形で外交力でね、うまく中国のシナリオではない形の国際スタンダードにのっとったね、かつしかし、抑止力も効かせながら守っていくっていう、今ね、はい、本当に問われている時ですよね。まずは王毅外相の主張について、尖閣というところをお話しいただきました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。新型コロナワクチンアナフィラキシー3例目。厚生労働省は昨日、新型コロナウイルスワクチンを接種した30代の女性が重い副反応のアナフィラキシーを発症したと発表しました。昨日、ファイザー製のワクチンの接種を受け、およそ5分後に息苦しさや喉の違和感などの症状が出ました。女性は食物や動物、殺虫剤などによるアナフィラキシーの経験があったということです。
5日までにおよそ4万6000人の医療従事者に接種されていたということ で7日までに3例目と3人の女性がアナフィラキシー報告されたということが出てきております。さあ、末延さん、これはね、どうご覧になりますか。はい、他のワクチンとか考えても、まあ、こうやってきちんと情報公開していれば、この部分だけを大きく取り上げてね、ダメだっていうふうにはしない方がいいと思うんですね。むしろですね、日本のワクチン行政ってのがその大昔のままで、その厳しいのはいいことなんですが、そのためにその一切間違いがあってはならないということで、薬の認可とか全部含めてワクチンそのものも、そのある一箇所だけに、まあ感染症、国立感染研究所ですね、そこだけに権限集中していて、結局広がりを持てないんです。でこういう中で日本独自 のワクチンの開発もできてませんし、それから政府が調達できるといったものもなんだかね、全然大丈夫なのっていう感じになってる。これはね、やっぱり厚労省のワクチン行政のもう限界が出てるんで、ワクチン行政そのものを広げていくということが必要なということですね、飯田さん。それからもう一点はね、保健所、はい、1年経って今思うのはね、保健所もファックスでやってるままですよ。このワクチンもそうなんですよ。要するにね、デジタル化が遅れて、総務省を中心にして、本当は韓国や中国やそこら見たって全部デジタル化が進んでるんですよ。だからデータ処理もできるし、スピードも上がる、はい、だけど気がついたら日本のすごい先進国だと思ってた僕たちはファックスですから、そんなの ね考えられないことが起きてる。だから後で出てくるけど、総務省の問題もそうなんですが、この厚労省が権限を一握りで握ってしまって、日本の英知を集めて前へ進むことができない、このシステムを変えない限りね、これ1年経ってなんか国民だけが頑張って我慢して、政府はなんとなく根拠をいつも示せない。で東京都はなんだかね、これ産経新聞が昨日主張で書いてましたよ。1400万人の大都市東京で50人の重症者で逼迫っていうのはどういうことだって、あまりにも情けなくないかということを書いて、全く僕もその通りだと思うんで、小池さんなんかちょっと今回もね、政局的にこうなんかまた仕掛けようとして、それを菅総理が逆転させて1日でひっくり返してね、自分が先に言ったみたいな、もう弱気の政府も、それから政局に使おうとする都知事もね、もうちょっといい加減にしてもらいたいという、ちょっとここは怒ってるって感じですね。エビデンスが示されてないって、なんかそのままぐずぐずぐずって言ってる感じですよね、これ。だって飯田さん、なんで2週間ですかって僕は学生に聞かれたら答えようがないよ。いや、そうですよね。で、なんか総理もね、ぶら下がりで、なんとなくこう感染者の数の減りが悪いんじゃないかみたいなことをおっしゃったじゃないですか。かつて理由聞かれて腰だめって言ったら首飛ばされた総理いましたよね。だから2週間の間にやることとその後やることをごっちゃまぜで話したりして、話の根拠がはっきりしないから、それ蓮舫さんが言うみたいにペラペラ喋んなくたっていいんですよ。菅さんらしく誠意を持ってね、一つ一つ政府としてはこういうことを考えてると。でなぜ2週間かって、みんなも限界があるんだと。だからその後って新しくできたまん延防止の重点法ありますからね、はい、まん防ですね、そうですね、重点措置というのがありますからね、重点措置があるから、そういうことも考えてますとかね、もうちょっと周りにいる人が整理をしてあげて、それをとつとつと一つずつ誠意を持って説明すればね、ペラペラおしゃべりするのをみんな聞きたいと思ってるわけじゃないんですよ。そこをね、よく考えてほしい。仕事しない格だと思ってたからね、ちょっとそこが残念だなっていう感じがしてますね、はい、もっとできるはずなんですよ、この政権は。妙にね、自信を失ってね、興味っていうか、なんかな、修正点が違うところ行っちゃってる。そこはね、そういうところはペーパー持ってやってもいいですよね。そうです、紙を読んだっていいんです。昔ね、私テレビのニュースステーションという番組やってる時、久米さんがキャスター言ってた、ニュースの読むとこはね、カメラ目線でなくてちゃんと読めって言ってましたよ。ああ、そうだったんですね。語りかけるとこと読むとこ、正確に読むとこは分けた方がいいって僕は習いましたがね、テクニックの話ではないです。政府がこういうふうなデータを持ってこう考えてるってことを具体的に分かりやすく言うことです。そこはね、自信を持ってやってもらいたいですね。さあ、そして、続いてのニュースこちらです。総務省 NTT 接待問題、今日国会で中間報告。
総務省の幹部が NTT の社長らと会食していたことをめぐり、違法な接待がなかったか調査している総務省は、今日会食の一人当たりの代金など国会で中間報告を行うことにしています。武田総務大臣は、重ね重ね行政や国家公務員に対する疑念を招くことになったと陳謝した上で、違法な接待がなかったか可能な限り対象職員を広げて徹底的に調査する考えを示しております。衛星放送の、ね、関連会社からこう発端となって、今度は NTT といろいろ広がってきております、伊田さん、これ前にも言ったかもしれないけど、はい、放送とか通信でチェックされるべき政府が免許を出している国はもう日本とかロシアとかね、いくつかしかないんですよ、はい、でこれももともとアメリカが民主化政策取った時は電波管理委員会というのがあって、はい、中立的ないろんな有識者が集まった機関が免許を出すことになってた。だけど1952年だったかな、吉田茂内閣の時に、当時共産主義の勢力がすごくて、そういうテレビや新聞が取られていったらどうするんだってんで、新聞司法とかこのテレビの、はい、許認可権が政府移るっていう法改正して、それからずっと来てるんで、僕もテレビの出身だからずっと辛い思いしてきたのは、普通にやっててもなんか政府におもねってんじゃないかとか、チェックする相手が免許を出すんですから、はい、でそのテレビと放送と同じことがね、この NTT の話が出てきたことで、僕は郵政の民営化、電電公社が民営するとき20代でしたが、土光さんの土光臨長ですよ、あれから NTT ができるって、僕は担当記者でね、そうでしたか、本当にあの時に行政をおさらいして本当に一番勉強したなと思うんですが、結局その後ね、NTT を作る過程で、はい、今度は民主党が取ったら民営化にちょっと逆行する法律出しましたよ。だから未だに政府が株を持って管轄してます。だから総務大臣が NTT の、なんていうの、社長人事なんかも了承するでしょ、はい、ということは、つまり問題2つあって、1つは公務員の倫理っていうことで言うと、はい、それが薄れてきた。じゃあそれがなぜ総務省で今回出たかといえば、郵政一家なんて昔からね、言っていて、だから私が昔アメリカにいた頃かな、郵政関係の属議員の人が出張してきた時、お世話してるのは NTT の方でしたよ。だからそこはね、変わってないんだと思うんですよ。だから倫理法ができる元になった、例えば厚生省の当時のあのおねだり妻ってのあったじゃないですか、厚生時間の、はいはいはい、1996年かな、それから98年のなんとかしゃぶしゃぶ、財務省、はい、大蔵省のなんとかしゃぶしゃぶ事件、はい、で2000年に倫理法が、公務員倫理法ができて、その後ね、多くの人はちゃんとやってんですよ、やってんだけど、構造的に許認可権限を持ってるとこはやっぱりね、ちょっと時間が経つと上下関係になってしまうっていうのが出た。で、特に菅さん総務省が、菅総理の天領って言われるぐらい影響力があるところから出てしまったんで、やっぱりね、そのご長男もちょっと絡んでたから、はい、ちょっと甘いんじゃないのって指摘があって、これもね、やっぱりさっきのワクチンじゃないですが、はい、通信と放送の誰がその許認可権を持つのかって総務省から切り離す、そういう改革の議論へ進んでいかないと、あの人が悪かった、この人が正しくなかったという、そういう話で終わってしまうと、日本はまた置いていかれる。朝からこんな言い方ばっかりで、申し訳ないけど、本当にそこはね、この際これをきっかけにね、本質的な改革の議論に進んでほしいということを、ぜひ言っておきたいと思います。確かに、なんとかしゃぶしゃぶの後に、金融庁が分離されてっていうのが、財務省になってっていう、確かに組織のところまで、あれはメスが入りましたね。一方で、おねだり妻に関しては、厚生労働省はメス入らなかったですよね。やっぱ、ここをやっとかないとダメなんですね。だって、飯田さん、もう一つみんな忘れてるけど、この間、農水省のもあったじゃないですか。贈収賄に関わるところへ。はい、つまり霞が関の若い人はそういう昔を知らないけど、昔そういう文化があったわけですよ、まあ、日本は難しいですよ、それはどこまでがなんていうの、お中元とお歳暮と、そうですね、お付き合いとどこまで分けるかと、これ難しいんですよ。だから日本の文化は必要なんですが、やっぱり税が関わるところはもう少しね、クリアにする、そのために本格的な改革が必要だと思います、はい、以上、おはようニュースネットワークでした。
今朝は福島県の浪江町と東京有楽町のスタジオをつないでお送りしております。今朝のコメンテータージャーナリストで東海大学教授末延吉正さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてはここ福島にあります先端技術についてのリポート、教えてニュースキーワードです。福島水素エネルギー研究フィールド。菅総理大臣はおととい、福島県浪江町にあります水素製造拠点、福島水素エネルギー研究フィールドを視察しました。浪江町は水素社会実現の先駆けとなるモデル地域を構築し、東日本大震災からの復興と地域活性化につなげていく浪江水素タウン構想を発表しておりますが、中でも町内の福島水素エネルギー研究フィールドは、商工業や交通など様々な分野に水素を活用する中核的な施設となります。さて、日本放送は今年1月フジテレビ BS フジとともに国際社会共通の目標である SDGs 持続可能な開発目標について考えるプロジェクト、楽しくアクション SDGs を発足いたしました。このプロジェクトではキャンペーンアンバサダーのファーストサマーウイカさんとともに、この地球で暮らし続けるために見直すべきことは何なのかなどを考え伝えてまいります。で、その一環としまして日本放送は国連が定めた今日3月8日国際女性デーを1日まるっと SDGs ステーションとしまして、SDGs について今後何ができるのか、今何ができるのか考えてまいります。で、そこでこの番組で取り上げるのが浪江町の福島水素エネルギー研究フィールドであります。水素エネルギーは SDGs の中のエネルギーをみんなに、そしてクリーンに、あるいは産業と技術革新の基盤を作ろう、住み続けられる街づくりをなど様々なゴールに合致しているんじゃないかというふうに思っております。まあ、これね、末延さん、福島、特に浜通りというと、はい、まあ、原発の事故もありました。で、その後、まあ、どういう、こうね、エネルギーを日本全体として模索していくのかってことを、まあ、ある意味自分事として考えてきたっていうこの10年があるわけですね。うん、まあ、そこがやっぱりすごいなと思うんですよ。大事なのは現場でみんなが何を考えて何ができるかっていうことですよね。その上でこのエネルギー全体の議論をしないと、はい、その菅政権が、2050年の CO2 ゼロ言ったけど、はい、そのためのエネルギーの途中が分かんないですよ。で、何ができるのかって、それは一番、特に福島がね、あれだけ大変な思いしてきたわけだから、そこで何ができるのかっていう、はい、僕今日飯田さんのこの報告大変興味を持って聞きたいなと思ってきましたよ。これ、やっぱり水素注目されるわけっていうところで言うと、太陽光パネルがね、たくさんありますけれども、まあ、これ太陽光パネルそのものは再生可能エネルギーの、まあ、切り札だというようなことも言われて、まあ、そこと例えば電気自動車をもう直結させて考える向きもあるんですが、やっぱりこの電気全体の系統の安定性というのを考えると、このお日様の光によって、まあ、ばらつきが出ちゃう太陽光っていうのはちょっと不向きだっていうようなことも当然ながら指摘される。そこの部分はやっぱり原子力にも一律の長があるっていうのは、まあ、間違いないところじゃないですか。うん、それは特にそう。それからね、あと電気の話、電池の話がすごく出てるんで、ヨーロッパや中国が、はい、こう水素の部分がね、意外と重要なんだけど、これがどうなってるのかなっていうのがね、多分みんなあんまりわからないんだと思うんですよ。うん、で、この、溜めた太陽光のエネルギーを一定程度水素に変えていくと、で、それを水素を燃料電池にこう入れていくと、燃料電池って、今度水素とお水を反応さ、水素と酸素を反応させて、電気を作るっていうですね、まあ、ある意味、こう電気分解の逆をやるので、水素で溜めとくっていうのは、これ電気にも戻すこともできると。で、そうするとできるのは H2O 水なので非常にクリーンだということなんですが、ただその水素ってものはご案内の通りですね、例えば水素爆発というものがあったりとか、取り扱いは気をつけなきゃならないという部分があると。で、その辺も含めてですね、じゃあどういうふうに気をつけていけばリスクを管理しながら水素を作り、ため、運び、使うことができるのか、それをこう一気通貫でやる起点となるのがこの施設なんだと。で、現場に行くとですね、ものすごい数の太陽光発電施設があるんですよ。で、ほとんどの敷地をそれで取っているというような状態で、で、なんでかっていうと、20万キロ、20メガワット分
作れるそうなんですけれども、これあの水素を作るにはこのプラントでは10メガワット必要なんだけど、やっぱりあのギリギリ10メガワットだとその天気の模様とかで、最大出力出なかったりすると。だから倍作っとけば10出るだろうということでこういうことに、なっているようです。であの水素の作り方はもう理科の実験と一緒で、水持ってきて電気持ってきて電気分解さすと、でそうすると H2 水素と O2 酸素ができると。でその水素を圧縮した上で貯めておいて、でそれをこうトラックなどで運ぶという形を取るという、まあその部分はですね変わらないというところなんですが、でこれね、未来というトヨタ自動車の水素を使った燃料電池車なんかありますが、まあこの辺はですね、もう1日で何百台走らせるだけの、何百台をフル充電にさせられるだけの水素はすでに作っているそうであります。あるいは近隣の道の駅だとか J ビレッジだとかのに一部、電力として持って行ったりとか、もうあるいは福島の、これは福島市内ですけれども東運動場というところに、ここはオリンピックの野球をやるところなんですが、そこにも燃料電池大きいのを置いて電力賄ったりなんかもしているようです。で最後にですね、この水素製造で、未来に向けどういう街づくりを目指しているのか、渡辺雄穂さん、浪江町の方に聞きました。これやっぱり町全体としてもこの施設っていうのはインパクトは大きいですか？はい、いや相当大きいですね、うん、相当大きいですし、あとやっぱ流れが非常に来てるなって私は思ってですね、なんか最近 SDGs っていうのがものすごくキーワードとして出てきてるじゃないですか、はいはい、もうまさにそれをこう浪江で取り組んでるのはここだしっていうことですね、はい、そうですね、はい、そうここですし、いろんな課題がありますんで、結局その、まあ、水素社会というのが20年後30年後に来ると言われている中で、じゃあなんで今だこんな感じかというと、やはりコストが高いとかですね、法規制が緩和なり制定なりが追いついてないとかで、いろんな課題があるということで、じゃあその課題をまずはこの浪江を実証フィールドして、まあ課題がある中 でそれを実証でこうやっていくということで、一個一個見つけてクリアするっていうのをですねやっていく、そしてまあこういうことをやっているということで未来が見えてくるぞとおっしゃっていました。お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新葉一華がお送りしています。私飯田は福島県の浪江町から、そして、有楽町のスタジオ、今朝のコメンテーターはジャーナリストで東海大学教授末延吉正さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。東日本大震災から10年、楢葉町は今、福島第一原子力発電所から南におよそ20キロ、警戒区域指定でかつて、すべての町民が町を出ざるを得なかった楢葉町は、どのように10年目を迎えようとしているのか、町民の思いをリポートいたします。事故のあった福島第一原発、まあ、そこを中心に当初30キロ圏が警戒区域ということになって、まあ、そこにこの楢葉もすっぽり入るということで、全町避難ということになりました。事故のあった福島第一原発は双葉町と大熊町にまたがって存在いたします。で、その南に富岡町がありまして、さらにその南に楢葉町があると。ここはサッカーのナショナルトレーニングセンター J ビレッジがある町であります。発災直後から町民は避難を余儀なくされまして、およそ4年半後2015年の9月に、浜通りで、全ての住民が避難した町としては初めて、全域で避難指示が解除となりました。地震以前は8000人の人口を要していたんですが、現在そのうちの6割ほどが町に戻ってきています。まあ、浜通りの中でも分かりやすく復興を感じられるというところで、交流施設であったりとか、それから買い物をする場所などなどもかなり整備をされてきているなと、インフラかなり戻ってきているという感じはありますが、町の人はどう感じているのか取材をしてまいりました。で、4年前にですね、ここ楢葉を取材したときに、いち早く町に戻ってきていて、そして、まあ、住民たちのつながりの活動であったりとか、語り部もされていた高原金子さんという方にお話を伺ったんですが、その時にですね、あの当時、まあ、震災のその記憶の風化というものをテーマにして、いろんなところを取材していたんですけれども、風化って言いますけどね、と、私たちはいつまで被災者じゃないといけないんですか、というふうに、まあ、言われた、おっしゃられたことに本当に衝撃を受けました。
まして、まあ、被災者っていう何かステレオタイプでものを見てたんじゃないのかっていうのをものすごく感じて、まあ、それを私自分の本の中にも書きましたが、4年後の今回ですね、再び高原さんに、先週お電話でお話を伺いました。語り部以外にも和太鼓の指導だとか、着物の素材をリメイクした和布細工であるとか、藍染めの作品作りなどを行っている高原さん、この10年間がどういったものになってきたのか、その思いについて、あるいは日常が戻ってきて今の心の内、さらに今後というところで伺いました。ちょっと5分ぐらいの長いインタビューですが、どうぞお聞きください。10年が経つということですけれども、ここに関してっていうのは高原さん、何かこう思いというものありますか？まあ、本当に楢葉町だけを見れば、はい、まあ、よくもここまで来たなっていう感じがしますね。なんかこう被災者像みたいなものが止まっているっていうような指摘が結構ありますけど、なんですかね、生活そのものはもう、避難者ではないようには生活をきちんとできていると思います。そうですよね、生活する場所が違うっていうことはありますけどね、むしろだから来てなかったら10年生きてられなかったはずですから、そうすると心の中のありようみたいなものの変遷をしてほしいっていうところありますか？そこはなかなか難しいですよね。もう物的なものの、はい、復元はできてもやっぱり物的なものの復元ができて、日常に戻ったからこそ昔を思い出すということだってあるわけですから、旧世紀は思い出す暇もなかったけれどね、だから追い立てられた時のふるさとを思う悲しさと、はい、今日常が戻ってきてふるさとを思う悲しさは、どっちが強いかといったら今の方が大きいというふうには思いますね。これやっぱ10年ってある意味高原さんご自身にとっての節目にはなりますか？もちろんもう大きな節目です。大きな節目、はい、今後というのはどうされていきますか？今まで随分走ってきたつもりなんですね、でもすごい私達成感というか自分が幸せだったなって10年間楽しかったなって思いますので、少し私じゃない人がいろんなことをやってくださることを後ろから見て喜んで いけたらなって。町の様子とかも含めてそろそろ後ろにバトンを渡そうって感じですか？はい、そうです、そうです。これじゃあここ1、2年、3年ぐらいってその光景をこうだんだん育ててくるっていう過程にあったわけですか？そうです、それはもう意図的にやってまいりました。楢葉にはそういう次のバトンをつないでくれる人がいっぱいいたってことですか？はい、いたということですね。今後この町どうなっていったらいいですか？いや、どうでしょうね、忘れちゃならないことはそういうことがあったっていうことだろうけれども、はい、ただ忘れなきゃいけないこともありますよね。忘れなきゃいけないこともある。あ、そうですね、辛かったとか人のせいにばっかりしてたら自分が幸せだったり楽しくならないので忘れなければいけないことと、はい、防災などについては忘れちゃいけないことですよね。今回の再びの地震もやっぱり私なんか、はい、持ち出し物玄関に揃えちゃいましたもんね。あそういうのをちゃんと準備するってことは忘れちゃいけないことだし、なんか言われたらすぐ外出れるようにっても、はい、これ大切作ってやっぱりこの10年で学んだことをやっぱり自分の最終的に自分のことは自分で守るっていうことですもんね。それと支援されすぎるとね、はい、自立できなくなるっていうことも学びましたし。そっか。ただやっぱり日本にはいい文化があって、いい文化、はい、一生懸命支援したいだけど、その支援をお断りすることもできないっていう、ここの一面の文化ってすごく素敵だと思うんですね。せっかく用意してくださったってものね、だけど対峙しにたらダメだよねって、時には断る勇気も必要だよねっていうことも学びました。その辺他のこう豪雨の被災地であったりとかに、高原さんご自身がいろんなものを送ったりだとか支援されることもありますけど、その辺のこう間合いみたいなものっていうのは結構気を使いましたか？はい、使います。ただ送ってしまったら当然のごとくありがとうのお手紙が来ますよね。そのお手紙をみんなで読み合った時に、はい、みんながもちろんもう私たちはありがとうばっかり言ってきたけど、そのありがとうの言葉ってこんなに素敵に私を元気にするんだっていうことに気づく瞬間があったんです。
だからそれから元気になるって、やっぱり人のための時間を作るっていうことは元気になるんですね。そういうところにも気づいて、なんかみんなこうこの10年間悪いことばかりじゃなくて、はい、新しいコミュニティも生まれたし、成長もしたし、強くもなったし、と思います。その辺やっぱ気持ちが変わったっていうのが、もう、あ、被災者じゃなくってっていう。そうですね、それこそが復興なのかなって。あー、そっか。だ、心の部分の、気持ちの部分の復興って、やっぱりそうやっていろんなことをこう紆余曲折経ながら、やっぱ10年という時が必要だったってことですかね。そうかもしれませんね。まあ、今後はじゃあちょっとしばらくゆっくりするという感じですか。はい、まあ、そのつもりです。でも結構頼ってくる若い子たちがいたりするんじゃないですか。いやいや、そうじゃなくしてきたつもりなので。なるほど、はいはい。まあ、でもあれですよね、全く引くってわけじゃないわけですよね。そうですね、ほのぼのなどはやっぱりみんなで自分自身も楽しむことだし、愛好も指導的な立場にいるのはやめるけど、自分の筋肉とか維持するためには参加してるつもりです。ああ、なるほど、そっか、はいはい。だから一緒になって、ある意味一平卒に戻るみたいなところですか。はい、そうです。なるほど。奈良町の宝金子さんのね、インタビューをお聞きいただきました。なんかある意味一平層に戻る、日常が戻ってくるってことになっていくのかなって、ようやくここでってところですかね。さすのぶさん、どうご覧になりましたか。今ちょっと聞いてて思ったのはですね、忘れなきゃいけない、忘れなきゃ生きていけなかったこともあるし、防災とかで忘れてはいけないこともある。で、今日のこの飯田さんのね、はい、このインタビューも間違いなくレコード、記録として残るんですよ。だから復興構想会議が7原則を言った時ね、3ヶ月後かな、あれやっぱり記録を永遠に残せってことを一番目に言っていて、その記憶っていうのはいろんな風に変わっていくんですが、やっぱりそのジャーナリズムとかメディアの仕事っていうのは、その記録としてきちっと積み上げていく、はい、今例えば国立国会図書館にもアーカイブがあります、でそういうものを、あといろんな人が見ることによって、この時空を超えてね、参考にしていける、このことをやっぱりもう一回考えなきゃいけないのかなと思いながら今伺っていました。はい、楢葉町の宝金子さんのインタビュー、10年経って楢葉は今というところリポートいたしました。ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュース以外の医療、スポーツ、エンタメなどの情報もぜひチェックしてみてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。